HBC ラジオアニメロティックをお聞きの皆さん、まゆさんこんばんは。声優の寺島拓真です。僕はね、普段アニメのキャラクターとかに声を当てる声優の仕事をしているんですけれども、個人で音楽活動もさせていただいているんですが、なんと3月25日にフォースアルバムのアッセンブルというものがリリースされました。アルバムの話をちょっと今回させていただこうかなと思います。僕声優やっててありがたいことに音楽もやらせてもらってて、僕のファンの方への恩返しのために音楽始めたんですけれども、さらにありがたいことにアニメの作品のタイアップとかもやらせていただく機会に恵まれまして、自分ではそんなことまでさせていただけるなんて思ってもいなかったのですごく嬉しかったんですけれども、アニメ転生したらスライムだった剣のオープニング2曲だったり、それからですね、昨年はウルトラマンタイガーの主題歌も歌わせていただきました。そんなタイアップ3曲が収録されたこのアルバムなんですけれども、あまりにもシングルの曲が強すぎまして、これに負けない曲たちを集めなきゃいけないなっていう、その強い曲を集めるということでアッセンブルというタイトルにさせていただきました。アッセンブルはね、日本語に訳すと結集するとか集めるみたいな意味合いがあるんですけれども、そんな強い楽曲たちを集めたアルバムになっています。さらにですね、そのアルバムを引っ提げて、全国でライブツアーをさせていただくんですけれども、そういう意味で、全国にいるファンのみんなを集める、各地で集めるっていう意味も込めてアッセンブルなんですね。すごく素敵なアルバムになっていると思います。自分ではそう思っているんですけれども、聴いていただいた皆さんどうでしたか？何度も何度もリピートしていただけると嬉しいです。さて、現在ですね、3月ということで、この番組からのこのトークテーマとしていただいているんですけれども、過去3月に放送発売されたアニメ特撮ゲームについてお話しくださいみたいなことをいただいているんですよ。で、資料を今いただいて見てるんですけれども、本当にたくさんの作品がオンエアされたり発売されていて、あ、懐かしいなって思うものはあったんですけれども、僕が一番刺さったのはですね、1995年3月11日に発売されました、スーパーファミコン専用ソフトクロノトリガーですね。この作品はやっぱり僕の記憶の中にもセンセーショナルに残っていますね。それから何度もリメイクというか DS でも発売されたりとか、いろいろやる機会はあって、今でも愛されてる作品だと思うんですけれども、初めてやった時はびっくりしましたね。こんなに面白いロールプレイングゲームあるんだと思って、今までの、ロールプレイングゲームの形をさらに一歩進めた本当に新しい作品だなと思いましたし、ストーリーも胸を打つ展開、さらにそのストーリーを彩る楽曲が素晴らしくって、今聴いても涙がこぼれてくるし、胸が熱くなるし、いろんな感情、僕がクロノとして、キャラクターたちと一緒に冒険したあの日々が思い出されますよね。今でもいろんな形でできると思いますので、クロノトリガーやったことないっていう方はぜひプレイしていただきたい。これは本当におすすめのゲームです。よかったらやってみてください。よろしくお願いいたします。さあ、そんな、こぼれ話もありましたけれども、今日はアッセンブルのお話をさせていただくということで、本当に貴重なお時間ありがとうございました。フォースアルバムアッセンブルを引っ提げた全国ツアー、北海道ではですね、6月14日日曜日にですね、場所が札幌のペニーレーン24で、開催させていただきます。ペニーレーンにはですね、前にも一度お邪魔させていただいたことがありますので、久しぶりに、ただいまという感覚で行きたいと思います。あの時参加してくださった皆さんもね、またこのペニーレーンにアッセンブルできたら嬉しいなと思っております。もちろん初めての方もね、絶対楽しいライブにしますので、遊びに来ていただけると嬉しいです。それではですね、今日は1曲だけ聴いていただきたいと思います。3月25日に発売されました寺島拓真のフォースアルバムアッセンブルからリード曲になります、アンブレイカブル。